人生が目まぐるしく変わって、環境が変わり、自分の在り方が変わり、生き方が変わり、本来の自分につながって、無双の力を出してもらった講師のイタリアです。はい、皆さんこんにちは。今日は、石切剣屋神社のお話です。霊山生駒山って言ったんですよね。生駒山の裾野に鎮座されています。これすっごい参拝者多いんですよ。僕平岡神社っていうところにこの茶道なんですけど、生駒山の、まあ、裾野の目の方にも平岡さんがあって、下の方に石切剣屋さんあるんですけど、強固な矢を切り裂き角道を通すことの強固な力を持つご祭司、マニー廃人の封印師、まあ、最近ね封印が解かれてきて、まあ、セロリテ姫とニー廃人がいついついで、まあ、シリウス星からやってきて、シリウス星ってね、ノリトの星って言って、日本の神道、古神道のノリトあるでしょ。ノリトは、シリウスから、ニーハヤキとセオリズ姫さんが、その昔に持ってきたものです。はい。十何万年、もっと前かな。20万年ぐらい前に持ってきたんですけど、それ、徳さんの勘だからっていうのがありまして、沖津香が、月香が、八つかの月、生玉、タル玉、マカル返しの玉、これ道返しの玉って言うと血返しの玉、オロチのヒレ、ハチのヒレ、クサグサのモノのヒレっていうアマテラスが、アマテラスの神がね、ミンハイヒさんに渡したって言われている神宝、神だからです。でこれを人二身を一身七いこの辺り、桃地をす、フルでゆらゆらとフルで言ってこの神宝を使うと、特にこの若い会社のものを使うと、死んだものさえ蘇るほどの強力な力が、まさに石を切り裂きつなぎ通すほどのパワーがこの新橋さんの徳さんの神田から出てきます。ここ参拝して新橋さん降りてきたんですけど、一二身を一部なこの辺り、桃地ロズフルベロズフルベって3回行ったら、この徳さんの神田からの力で今自分にとって一番必要な力を分けてもらって、その人に起死回生の力、いやもう貫き通すほどの強力なパワーが現れて、その人の天命っていうものが強力に中から出てきます。眠ってる部分で本来の自分の人生に軌道修正されて、その軌道修正された人生をどんどんと貫くように、5年10年一生涯かけて進むべき方向性のブレをなくして、天命を随道成就させる強力な力があります。だから地球上のありとあらゆる全てを鎮魂し、魂を沈めてね、本来の魂の神聖を全て引き出して、天才性を成就させるオールマイティな神力をこれ持ってます。一つ一つ全てに違う働きがあるんです。今回はその解説はしませんけど、一二身を一目で泣くこの辺り、桃地ロズフルベロズフルベ3回咲いていって、この徳様神田からのご加護によって人生全体を咲いて引き出してください。切り開いてください。自分の人生を治め、道を切り開き、本来の天命に随道し、それを成就するように、お仕事を導きくださいみたいな感じでお願いすると、石切剣屋神社で強力な徳さんの神田からの力と新橋さんのバックアップで鎮魂、神聖開花、天才性成就みたいな黒子をドーンってもらいます。なので 100度回りみたいにして、お100度石ってあるんですけど、そこと本殿を行ったり来たり行ったり来たりして100回お参りして、この新橋さんと徳さんの神田からの力をもらいたいと思って、関西一円全国から、もうお年を召した方多いんですけど参拝されて、ものすごい熱気に満ち溢れてます。でその人の持っている邪気とか悪因縁とかカルマとか天命を成就させるのに邪魔するものを根こそぎ切ってくれて、クリアリングきれいにしてくれる払いの力がものすごいあるんで、ただここ本当に呼ばれた人じゃないと行かれないみたいな超マニアックなところです。封印師を祀ってあるので、表の有名な神社の中には入ってないんですけど、どちらかといったら裏の隠されたパワーのあるところです。で周りに占い屋さんとか石屋さんとかスピーチャー系の店がブワーってあるんですけど、そういった何でもいいから自分のネグを叶えてもらいたいって人もいっぱい行くんですね。なのでそういった人もいろんなの落としていくんで、自分自身がすごい澄み切って強力にガード、まあ、結界みたいなのを張って本来の自分につながるっていう意識を持って鎮魂して一
行けば確実につながるとは思うんですけど、結構お参りするのにも高度な準備とテクニックがまあ必要かなっていう感じがします。何も知らないで行ってもある程度もらえますけど、ある程度自分でね、こういったお祓いとか鎮魂とかそういった古神道神道前知識を持って、まあ、祝詞をあげたりして自分を納めて、自分が本当にこの人生でやりたいこと、やるべきこと、託されたことがあるんだったらそれをきっちりやりますっていう覚悟と気合を持っていくとすごい覚悟をくれます。ないとなかなかくれません。その人の軸、寄って立つところに合わせて力を見配した徳様方がくれるんで、寄って立つ軸がなきゃあげるもあげられないよってなっちゃうんで、そこら辺を注意してもらうとすごくバックアップをもらえると思います。僕も行ったことありますけど、その辺のパワーあります。ですので、今日は石切水神社の新橋さん、徳さんの神田からの、まあ、簡単な解説とどういう覚悟を持って行ったりかっていうお話をさせてもらいました。これ本当に徳さんの神田からのバックアップもらうと人生が目まぐるしく変わって、環境が変わり、自分の在り方が変わり、生き方が変わり、形を出すの天命として実行していく、仕事としてやっていく、プライベートやっていく、自分の打ち出していくのが変わっていくんで、本来の自分につながってもらって、無双の力を出してもらったらすごく幸いです。後進みたいです。ということで、今日は石切水神社のお話をさせてもらいました。ご清聴いただきましてありがとうございます。じゃあねー。